太田ホームメイドギターワークショップ、テキーラサンライズテレキャスターネックの仕上げにかかります。これはポリウレタン塗装をした後のペーパー仕上げの場面ですね。この後にコンパウンドでのツヤ出し作業があるのですが、やっていることはボディの作業と同じなので割愛します。このチャンネルでは手作りホームメイドギターの制作風景を順次紹介していきますので、よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。コンパウンド仕上げが終わった状態のネックです。ここにまずはペグをセットしていきましょう。使用するペグはオーナーからの提供品、ロトマチックタイプのペグですね。作りの良さそうなしっかりとしたペグです。それもそのはず、フェンダー純正品、刻印されているロゴがかっこいいですね。このペグは回転止めのビスがあるタイプではなく、このような2つのピンで回転を防止するタイプです。このピンの位置合わせが結構シビアで、加工に気を使うんですよね。底の部分が違うだけで、ワッシャーが折っちゃった。あとは普通のロトマチックタイプペグと取り付け方法は同じです。すべて取り付けできました。あとはナットをレンチで締めてやるだけです。簡単ですね。締めすぎないように、ゆるすぎないように、それではネックの装着です。最近はボルトオンネックばかり作っている私ですけど、まあそのうちセットネックもやりたいですよね。4つのビスを締めていきます。まずは電動ドライバーで、最後はドライバーで締めてやります。ここも締めすぎないように、ゆるすぎないように。指板についてしまった汚れを拭き取ってやります。長い間マスキングテープを貼っていたので、糊が残ってたりするんですよね。ここで使用している溶剤はジッポーオイル、いわゆるライターオイル、ナフサですね。たまたま今回はこれがあったので使ったのですが、パーツクリーナーとかでもいいと思います。その場合はウエスに吹きつけて使用した方がいいですね。指板がきれいになったので弦を張ってやります。今回はこいつを使いましょう。油断していました。撮影中ということを忘れて鼻歌を歌ってしまいました。こういったストリングワインダーを使ってやると便利ですよね。すべての弦が張れたのでチューニングをしていきましょう。
OK ですね。今回はフレットのすり合わせは必要なさそうです。ただフレットが曇っているので磨いてやったらいいですね。次回はそのあたりの作業をして完成ということになります。それでは次回もお楽しみに。